いやこんなさ、そんなさ、飲み込んだから、あの、運棒が出るまで待てばいいやねんすか、そんなもん。ねえ、こんなもん、腹さばかんとも。さっき何だっけ、ブッシュとノエルみたいなやつ何だっけ、ガルネリウスみたいな、あの、あ、バオワクみたいな名前です。イメージと合わない。左行ってみますか。なんだ、キャンプ？ふと、布の下の沈黙。いや、鏡やだ、もう。ち、のようなものがついて、やだな。青い服の女。青い花びら落ちてる。これもう、やだ。あー、やだ、鏡、見たくない。あ、窓。世界の車窓ね。はいはい。鍵か。 HP 残り2入れますか。あれは5しかねえのか。あ、やばい、こっちだね、右。ありがとう。まあ、とまえ大リーガー、これ。お、なんか死体ごっこしてる。生ける山、そして死んでる人、誰が倒れてる、観察してみる。てんてんてん、男の人、手にかけるようになりましたね。ちょっと待って、それ生きてんのこれ。う、い、あ、い、生きとるがな。苦しそうにしている。軽く叩いてみる。やめ、あ、やべ、とどめさせちゃう。さっきのから、うわー、スタンバってるー。わっ、わし、なんだこれ。ちょっと、ビッシビシ、ビッシビシ、これも自分、これ何も。わー、出てくんのわかりました。いや、名前変わってる。これ、あれでしょ、さっき、あ、つかさ、ごめん、あのね、というかの、イブね、そうだ、思い出しました、そうだ、あ、この、わかりました、思い出しました。はいはい、まぁ、あ、ちょっと、言わないでおくわ。うん、まぁ、でも、私に何すればいいか、一体これがどういう展開なのかわかりました、はい。ね、あのさ、さっきの部屋にさ、なんか、あの、青いバラの花散ってて、しかも、青いバラの花、こう、ムシムシされてたじゃん。で、なんだっけ、バラのが朽ちるとどうたらことなんじゃな、張り紙が、張り紙が警告がしてたじゃない。マジの家もやってくれ、嫌です。あの、これ、青いバラ、あの、青い、あ、さっきの男の人のバラですと。うん、いうことで、ここで青いバラに、行けますと。ここ、本当に永遠の恵みなの、マジで。じゃあ、赤いバラも頼む。マジの家びっくりすんだもん。うーん、元気になった？もう、お姉なのよ。あら、苦しくなくなった？ん？うわっ！な、今度は何よ？もう何も持ってないわよ。あれ？あんたもしかして美術館、美術館で会った人だろう？あの、P モデルの美術館で会った人だろうって曲がありますから。聞いといてください。ちょっとそれを編集の時にちょっとなんだろうね。あの、怒られない程度に2、3秒こうちょっと入れていただくという。そうでしょ？ああ、よかった。私の他にも人がいた。お姉の人。そっか。じゃああんたもどうしてこんなことになってるのかわからないので、私の方も大体同じ感じよ。おまけにこのバラ、花びらちぎられると、自分の体に痛みが出てきてさ、さっきは死ぬかと思った、取り返してくれてありがとうね。で、とりあえずさ、こっから出られる方法を探さない？こんな気味の悪い場所、ずっといたらおかしくなっちゃうわ。そういえばまだ聞いて、名前聞いてなかったわね。あたしはギャリーっていうの。スナックギャリーのママよ。あんたは？
イブです。キリンです。イブ、イブっていうのね。なんかフォント違くない？子供一人じゃ危ないから私も一緒についてってあげるわ。行くわよイブ。あっ今のはちょっと驚いただけよ。本当よ。お店にいる大柴が来た時の方がびっくりしたわ。とにかくこういう変なやつがいるから気をつけて進むわよ。はい。おお。ギャリーが加わりました。陰備な絵画。どうしたの？ああ、これ、おお、漢字読める。これのタイトルのこと？抽象的な絵ですって。OK。どういう意味？意味？つまり抽象的な絵画よ。まあ、とにかく読めない文章は読んであげるわよ。これ襲われるやんけ。ちょっと邪魔ね。イブちょっと離れてくれる？よっと。ゴリ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 。さすがおっさん。よし、これで通れるなと。そんな重いのこれ。手が。もう悲しい顔も。嘆きの花嫁。嘆きの花婿、そして手は。花嫁見て。いやらしいな、花嫁の左手。いやいや、いやいや、こんなもん、もみ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 しよってからに俺も。もみ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 。お、よくいける。なんだこのでっかい猫。この額縁どうしてこんな低い場所にあるのかしら。これちびっこ用なんじゃないこれ。扉を塞いでる。観察する。これ何？猫。ね、触ってみる。ああこれは近寄らない方がいいかもね。ティーポットの主張を聞け。なんじゃ不思議の国のアリスみたいな。うわ、目玉。キャー、何これ気持ち悪い。どんだけ。なんで床に目がついてんのよ。え、お、なんだこれ、なんだこれ。腐ってる。充血して。花粉症か。目薬してあげようぜ。目薬の絵とかないの。氷の山のような絵が飾られている。白い蛇の絵が飾られている。白蛇。よく見ると目の部分がくぼんでいる。なんかはめるんですか。コーヒーとケーキの絵が飾られている。逆さの女の人の絵が飾られている。また飛び出しそうだな。へへへ、お花、お花いな。その花くれた。ここ閉じてあげる。お花ちょうだい。あげない。ちょっとぐらいいいじゃん。ティーポットの塩を聞け。わー、もう不思議の国のアリス。香りに敏感なハリネコ。ハリネコ？神病？ハリネコ。じゃあハリ。ね、俺が名前つけちゃうのこれ。しかしゲルテナって結構それっぽい造語するから読むのに苦労するわ。造語なんだ。ハリネコになった。あれ、なんで神病ってやったら神病なんのかあれ。ティーカップはちょっと待って、なんだっけ、何色だっけ。あなたが選んだのは何色の何？ティーポットの主張聞け。はい。我々には同色のカップしか茶を注がない。確かにティーポットもカップも、4色ずつあるみたいね。ごめん、こういうね、微妙な色がマジでわかんねえんだわ。これ何？これ下の色と同じ？これ何？え？これ赤？ティーカップはぶつかるまで止まれない。何だ、車？ああ！ずいぶん簡単だな。はい、どうぞ。これでいいんじゃないの？これ緑なの？赤にしか見えんがな。あ、やべ、ミスった。違う。あ、ミスった。ごめん、ミスった。こうやって、こうやって、こうやって、こうと。ご名答。いい音。コポコポコ、部屋中に。あ、ここで何？猫がバーってこう走ってくるのかな。しっぽ、かわいい。額縁から内側はみ出てる。しっぽに見えるけど、そんなことより。ドアの前にいた変なのがいなくなってるわ。これ中に入れる？ちょっと新宿二丁目行きたいんですよね。
べるの結構時間かかって、あ、確かにこれは1000円のボリュームするなっていう感じでした。はい、なんか久々に1000円払って納得するラーメン食ったわ。はい、憂鬱、難しい字のタイトルだ。憂鬱、憂鬱ね。まあこんなこと、こんなとこにいれば憂鬱にもなればよね。てかこのおっさん何者なんマジで。パズル、カラフルな骸骨だ。これ偽物よね。コツ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 って笑うかもしれない、この骸骨が。感情、人の形にも見える機能。ちょっとこれね、目出し棒をね、明日新調しようと思います。ちょっと目の位置がね、ずれすぎててめっちゃいずいのよ。よくこんなもの考えつくわよね。いや、こんなさ、なんもないわけないじゃん、この部屋。絶対このコツコツくんとかに襲われるに決まってんのよ、これ。コツコツくんがさ、これさ、なんかガシャーンとかなるわけよ、これ。あと、外出たらなんかもう、ねえ、コツコツくんが出てくるとかさ、これさ。何言ってんの?ああ。半分はこっちにいるんだろ、これきっと。カイドロンやろ、ほら、いたいた。カムライビがハリネコ。どっから見てよ。いや、さっきの猫やんけ、もうだからもう。これなんか関係あんのかね。なんか音立ってる。あ、つうか、これなんなの、これマジで。このもみもみしてるいやらしい手は。あと、目玉の謎もあるでしょ。ここは?デッサン教室?なんて?部屋を出れば元通り。あー、パズル。わー、やっちったー。あ、ごめん、簡単にできたわ。目薬。あー、さっきの充血してる目に刺してあげるわけね。オッケー。パッチパチ言ったのよく聞くと。かわいそう。花粉症なんやろか。ちょっとイブ何してんのよ。いや、目薬見つめ返さ。ビガーかわいいな。これあれか、白蛇の目なのか、もしかして。何、どうした、なんか教えてくれてんの。ここ壁に違和感がある。隠し通路を見つけた。ん、何これ。あー、これか、白蛇の目か。ありがとうな。まばたき、そりゃ充血するわ。まばたきしてくれ。ドライアイかい。はめる。あ、なんか落ちた。大きな木の中に。え、澄んだ空に光る玉ねぎみたいなこと。あー、木ね。はいはい。なんか光っている。これって指輪をね、どうしてこんなところに。はいはい、これを花嫁の左手につけるという。はいはい、サクサクプレイだの攻略じゃねえ、動画じゃねえか、ほぼ。はめてみる。薬指、はい、ニコー。あ、ブケトス、ニコ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 ー。ブケを手に入れた、よかったね。この右手でいっぱいしごいてもらってな。あ、ここであれか、このちょっと、行かれたベイベーに、行かれたベイビーにこう、渡すわけね。ありがとう。あ、いい匂いだな。それじゃ、いただきます。そんな音鳴るかいね。あ、美味しかった。ありがとう、ありがとう。約束だからね、このドア、このドアで奥に行けるよ。それじゃあに。だそうです。ちっちゃっ、うわ、怖っ。もう見とるわ、もうこれ。お前これあれじゃねえか、お前、あのなんだ、あのドラえもんのあのリトルスターウォーズのあれじゃねえかよ。うわー、なんかいろいろ情報量多いな。うわー、これまた、うん、さっき恐れて、俺も知ってるって。あ、そっか、女の絵から私のバラ取り返してくれたんだっけ。しかしよく逃げ切れたわね。あ、赤は赤いのを襲うんだ、多分ね。あ、女の人、ここ何色、これ それこそこれ緑かいね。緑のあのバラの人もいるんかね。なんかこれ出た、あのフリーホラーゲーム系名物、あの暗証番号の謎。絵画に隠されし4つの数字を示し、肩を叩け。
ああ、それでこういう見ろってことか。虚空を見つめる女。なんかこの絵だけ他の女の絵と雰囲気違うね。目が真っ黒で気味があるし、あんまり近寄りたくないかも。本当だ、真っ黒だ。こっちはセーブスポット。先に音を触れる。万が一備品や先に何らかの損害を与えた場合は、あなたはほにゃおもほにゃばいさせほにます。文字がところどころ抜けてる。あなたの命を持ってれ、もう賠償させますみたいなこと。美術館はちょっぴり不思議な遊園地っていうかさ、これ何も設定してないのにさ、ゲームパッド使えるってすごいね。スチームね、スチームのゲームこれね。あー、腕がむくんできたさ。1時間待ってるのか。美術館はちょっぴり不思議な遊園地、お菓子のものはたくさんあるのよ。ここで遊んでるとあっという間に一日が終わってしまうの。とってもすげーでしょ。だからあなたもここにいれば嫌です。大丈夫、みんながいるから。お前誰やねん。自分これめっちゃ女おるやんけ。でかいなぁ。もう女の絵がある。ちょっと携帯震えるのビビるからやめてくんないかな。ちょっとうわマジで、ちょっと待って。編集点よーし、続きやっていこう。何事もなかったかのように始める。何すんだっけ。金なんか、え、間違ってないこれ。まあいいや。なんだこれ。全然わからん。じゃ、なんの、うわぁ、赤おばさんじゃねえかも、これ。例の、なんだっけ、あの、螺旋の宿。吊るされた男。あったね。もっとよく見る。うん、こんな、お前、ホーンデッドマンションかよ、お前、これ。ビガーって目開くんじゃないの、これ。反対ですかこれ。2569。いやいや、こんな下の点検、これ自分も。これも2じゃねえや。反対だから、5269ですかこれ。はい、はい、ももクロ5269。こんなんなのかな。赤き衣のステップ。あ、なんかこれ結構機嫌がいいのかこの人も。株売れたんかな。あ、なんか落ちてる。俺のいたボール、これ絶対追っかけられるでしょ。ほらねもう分かってたもん。これ何これ、ちょっと待って。これ絶対これまたさ、追いかけられるでしょ、どれかに。なんだこれ、ゾウさん。あ、ゾウさんだった。黄色いゾウにランプがつけられている。踏んだら痛そう。新聞を読む求心。ここ暗くて新聞読みにくいよね。ゾウさん、ちょっとパオンヌ、ちょっとパオンヌ、ちょっとパオンヌ、ちょっとそこどいて。新聞、あ、ごめんなさい。はい、ずっとここにいるともしかして殺されたりするかな、後ろから。あ、怒ってるわ顔。すげえが細かい。瞬きしてる、すごいね。ちょっとゾウさん、パオンヌ、ちょっとパオンヌ。え、なんでこんなしょぼいの光、パオンヌの光。お前いつ来たんや、もう自分これいつ来たんや、これ。え、お前鬼の犬周り、お前洗濯しとってからに、お前。鬼があって時の番に文字に、花びら一枚ください。そしたらあなたが危ないとき助けます。マジで？どうしよう。エイブ、このトゲの言ってること信じるの？あ、私は悪いけど信用できないから花びらあげたくないわ。まあ一枚ぐらいいいんじゃない？残念。いいよ。一枚ぐらいだったらね。うん。まあ一枚じゃ無理だろ。一枚じゃない。ボール一個じゃ無理だろうな。に、あのね、クロックタワーでもね、あの、そういうシーンありましたから、あの、助けたカラスが助けてくれるみたいな。あ、開いた。助けたから、うん。これね、これ。金のか、魚。これは魚の模型？角みたいなのがついてるけど。あ、さっき引いてもらった変なボール、ちょうどハマりそう。あー、ほんとだ、綺麗になった。明るい。
わ、明るい。ボールは電球部分だったのね。鏡。これもうさ、鏡嫌なんやな、ほんと。いや、見たくねえわ、もう。かっこいいな、でかいな。なんか書いてあるね。魚の片割れ、木の女のそばに。魚の片割れ。これもしかしてさっき組み合わせ電球のことじゃない？だったらもう見つけちゃってるもんね。いや、嫌な予感、嫌な予感。こいつはもう。やめとけ、やめとけ。うん。うん、そうそう。ちょっと遊びたかっただけやろ、自分これも。もうちょい、うまく誘ってくれや。もう遊びたいなと。いやいや、増えとるし。別のやつじゃねえのか、お前これ。同じやつかと思ったら、別のやつかよ、お前。で、さっきのパオンのとこ持っていくわけね。はい、パオンヌ。はいはい。パオンヌあげるよ。はい。あれ？これちょっと。あ、すいません。すいません。すいません。え？これじゃないの、これ。ああ、そうそう。うん。明かりとしては全然機能しないような。あ、そんなに暗いの。小さいものを。あ、ちょうちんやん、ここはさっきのね、絵画みたいなあれなんですかね。なんだその金の、ああ、金色か、これ。金の魚より、この金の、あ、鳥か、鳥の、あ、金の鳥なのよ、これね。鳥やんってことだけど、大きく美しいと思わないからね。なんなの、この作品。ああ、そうっすね。いや、こういうの聞くと、ああ、そうっすねってなっちゃうね。こういう人いるよね。ああ、そうっすね。ああすごいっすねって。あ、そうそう、あの、ここにね、そうそう、損害を与えた場合はあなたが、なんだ、命を持ってでも賠償させますみたいなこと書いてありますかね、うん。やっぱそれを考えても、さっきのあの、マネキンの頭ぶっ壊すべきではなかったな。よし、英断です。いや、てかね、それを分かってて、ギャリーを止めたわけ、さっきね。うん、いや、もう、君たちは気づいてなかったかもしれないけど、いや、俺はもう分かってやってたわけ、そう。はい、わしが男塾塾長エラジマ平八やるわ。おうち気つけてってね。やっぱこれ でもさ、このさパオンヌにさ、え、あ、ここ話しかけてなかった、ごめん。とても明るいランプ、よかったらゾウさんくれんの。いいっすよ、ありがとう。じゃあそのゾウあげるわ。パオンヌ、でかくない？まあ明るい、なんて素晴らしいの。ごめん、やってなかった、ありがとう。いいよ、消さなくて。すいません、あの視聴者にヒントもらってクリアした。で、次パオンヌ見せびらかすのね、これね。ちょっとパオンヌ金の像。パオンヌ本物の金ではないよ。いいな。俺、あのドムドムバーガーのドムゾウくん好きなんだよね。あ、また出てきた。金の像、なんて大きくて美しいんだ。この金の鳥と、ここ、間抜けじゃない？手に象さん乗っけんの。じゃあ、象、ここに置いとけばいいのかしら？そこに？で、金の鳥を交換と。金の鳥手に入れた。ありがとう。なんて大きく美しい金。本物の金。本物の金じゃないけどね。まあそのね、金色ってその見かけにね、でこう満足しているというあれですね。イブ目真っ赤、目薬さして、ここに鳥を入れるわけだ。確かあの貴婦人って話しかけるってやってなかった。そんなに重かったなの鳥。まあいいか、早く中調べてみましょう。こんなに現状に塞がれてるんだから、きっと出口があるかもしれないわ。甘い考えが。なんだこれ、なんかランマーみたいな、こんなもん。疲れたらならゆっくりお休み。もう苦しむことはなくなるから。死にますね。何か額縁の上に立てかける鍵です。これはまあ高いか、出口じゃなかったわね。イブどうしたの？あ、これパパとママじゃん、よく見たら。え、この絵の人、イブのパパとママなの？確かに言われてみれば似てるかも、ママの方はね。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら？
え、二人はどっかって？うん、それちょっと私にもわからないわ。きっと二丁目よ。だ、大丈夫よ。きっとどっかにいるって。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。お母さんとお父さん。え？これ座ると死ぬよね。じゃあの扉のあれじゃ外の人が女ハイズリ女ハイズリ女ってもう下ネタじゃねえかお前これハイズリ女がもうこれ扉どんどん閉めるんとちゃうかこれなんかまずいかも身分を気をつけてそう言われましてもえどうすんのいやいやわあいやいや、こんな時こそ落ち着いて一旦ちょあれうわ、マネキン包囲されとるそんな俺マネキンと悪いに悪いことしてないよそんな何あ、ゾウさんあ、そうだねさっきの部屋、アイロンかけはあの扉を開けるさあそこに向かいましょう何書いてんのもっと遊ぼうよ、嫌ですおおおおめっちゃ早い回り道しよう、うん、どうせろくなことにならんちょっとあ即死ちょっとさいろいろ見たいじゃんああいうのとかさああいうねあのなんて言うのかなみたいなさ見たいじゃん、ね、やってたら死にましたよこれここにいれば勝ちじゃないですか。もう一人来るでしょ。ああ、もう渋滞しとるなお前もう小仏飛んでるかお前も。お前は？おお時計ちゃん。欲さくなるで少しだけ時間をかけます。あそう。イージーモード。はいえゾウさん。めっちゃ見られとる。違う。出てますよ、おっさん。目から。ここまで来れば大丈夫でしょう。五丁目まで来ちゃったわ。ざまみなさい。さてと。じゃあ先に、デイブ疲れちったちょっと顔色悪いわよ。バタ。ちょっとイブしっかりしてどんだけうわ、何これ数独赤いバラがどこにもない。夢の中。はい。落としちゃった。目。どこにいてもみんなこっちを見てる。どこにいてもみんなこっちを見てる。充血してる、また。イブどこにいるんだ早く逃げないと追いつかれてしまうよ。ああ、どうしよう。こんなに探したのにどこにもない。えどちらさんよんセーブできちゃう。あやインクあふれだし記録できなくなっちゃった。今までの記録も消えちゃった帰りたい、早く。なんでお前、モアイこれ。お前、ジャイアンみたいなもの。美術館では静かに。わかりました。あらま。バラ絞った瞬間溶けてしまった。大事にしないから困るちゃった。ギャリーこれ。扉これロッカーに見えるのもさすがに。ギャリーっぽい。あのおったらどこ行ったのかしら先に一人で。ああ、これママね。困った。早くしないと私たち帰れなくなっちゃうわ。帰れなくなっちゃうわ。女の人が笑ってる。だってパパママパパママこれ先出口です出口じゃないですえ
なんか来てる。うわあ！チンボチンボチンボ、ああ、チンボです。あー、びっくりした。あ、ビッグマック食べた？何言ってんの？気分はどう？怖い夢を見た。そっか、かわいそうにね。ま、無理もないわね。思い出した、そうだ、このゲーム、これね、なんか選択肢によってマルチエンディングなんです。選択肢によってマルチエンディングなんですよ。これ選択肢によって変わるんですよ。こういうのちょこちょこ意味あんのかなみたいなところでね、変わってくるんでゴンスよ。うん、あんな濃い目にやっちゃったらね、起こせばよかったかしら。ごめん、気がつかなくって。今日月飲む？